人類の皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、トラえもんです。本日はこれまで何度かご紹介してきましたが、今回ようやくたどり着きました。最速でレベルを爆上げする方法、経験値獲得効率を最大化するノウハウについて解説していきたいと思います。この森伝、とにかく戦力を上げる上で大前提となるのはレベルを上げていくことです。それにより様々なコンテンツが解放され、さらに戦力を爆上げする余地、選択肢が生まれてきます。ということで本日はその集大成、新たな要素も含めてお伝えしていきたいと思います。まずは最近森伝を始めたという方も多くいらっしゃるかと思いますので、これまでトラえもんがお伝えしてきたいわゆるレベル上げ、経験値獲得効率アップのノウハウをおさらいしていきたいと思います。すでに以前の動画をご覧になったという方はこちらはスキップしていただいて結構です。まず一つ目のこちらの動画ですね。こちらの動画でお伝えしたノウハウをおさらいしていきましょう。切り抜きを 1.5 倍速で再生しますので、声が少しおかしいところはご容赦ください。それでは3つのステップを地道に実践することが重要となります。まずはステップ1、レベル不足になるまでクエストを全てやりきるということです。メインクエストもサブクエストも全て、とにかくレベル上げにはクエストが一番効率がいいんです。まずクエストをとにかくやりきる、任務のことですね。そして次のクエストにはレベルが足りないという状況までとにかくやりきることが重要です。なぜか、この後ご紹介する経験値獲得コンテンツでは、総戦力が高ければ高いほど得られる経験値が高いかというポイントです。ですのでまずはクエスト、つまり任務をメインサブ問わずどんどんやっていきましょう。そしてステップ2、経験値獲得以外のコンテンツをやりきるということです。具体的には後ほどご紹介します。経験値獲得以外のコンテンツをクリアし、様々な豪華報酬を獲得し、できる限り総戦力を強化しておくということです。そして最後のステップ、ステップ3。ステップ1でできる限りレベルを上げ、ステップ2でできる限り戦力を強く強化した上で、経験値コンテンツをやりきるということになります。これが最も最速でレベルを上げていく方法です。そして最後に、こちらですね。修練コンテンツ。これは、毎日というよりかは、常に最も進捗が進んでいる状況にしておきましょう。はい。そしてこの快速修練。これも、残り回数2とありますが、行っておくことをお勧めします。はい。このような形で、どんどん経験値がゲットできます。そして、この進めるだけ進めておくことが、とにかくポイントです。なぜか、その後、放置をした後に獲得できる経験値や報酬が上がるからですね。はい。ということで、もう一つ動画を上げております。こちらも極めて重要。まさに、他の方と差をつける上で、特にヒカキン、ビカキンの方にとっては、重要なノウハウとなりますので、こちらもおさらいしておきます。日付をまたいだとしても1時間以内であれば効果は発揮し続けられるんです。トラモン11時30分に購入しまして、はい、今この通りです。2倍経験薬はあと31分効果が持続するとありますということなので、11時半から始めて、まず1日分のクエストを全て終える、そして12時になった瞬間、効果が消える前までに日付が変わってもう1日分を全て済ませてしまうというわけなんです。それによって2倍経験薬1つで2日分の経験値獲得効率倍増効果を得ることができます。つまり2倍 ×2 で経験値の獲得効率が4倍になるということなんです。桜ダイヤ70で2倍経験薬を買い、日付が変わる前に1日分、日付が変わってからすぐ1日分の経験値クエストをクリアする。そうすることで実質桜ダイヤ35で2倍経験薬を買うことと同等、実質経験値獲得効率は通常の4倍になるというのがこの極上の裏技です。これであればヒカキンの方でも時たまにできます。はい、ということで過去の動画のおさらいをしてまいりました。声がお聞き苦しかった点はご容赦ください。そしてここからより経験値獲得効率をアップし、レベル上げを加速していくやり方の新たな方法についてご紹介していきたいと思います。すでにご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、まさにこれから始めた方含めて、このやり方をご存知ない方に少しでもお役に立てましたら幸いです。最後にこれらを含めて最終的にどうするべきかというところもまとめていますので、ぜひご参考ください。それでは参りましょう。
まず一つ目の方法については、なぜこれを今までトラえもんはお伝えしていなかったのかというところですが、あるアイテムを獲得しておくことにあります。それはこちらのカバンの画面から確認することができます。この左上ですね、左上のこのグリーンのマークに囲まれたこれ、希望角笛、こちらのアイテムになります。このアイテム、有効期限は1週間となるのですが、戦力上昇に加えて経験値効率アップのバフ効果が 50% 乗ります。これ必ず常に効果が発動しておくようにしておきましょう。極めて重要です。そしてこれはですね、この通り288青いダイヤで購入することができるのですが、購入すればした分だけその効果が上乗せされることになります。でどこで買えるかというと、このダイヤモールですね、ここの一番左上、この希望の角笛288ダイヤです。少し高いと思われる方もいるかもしれませんが、1週間で得られる効果、そして青ダイヤは普通にしていくとどんどん溜まっていきますので、とにかくこれは効果が途切れないように購入しておくことが重要です。もし忘れてしまいそうであれば、まとめて2つ3つご購入しておくこともありではないかと思います。とにかくこれが超重要なアイテムなんです。上級者の方はみんなこれを購入しています。ヒカキン者の方もこれはマストバイで必ず購入しておきましょう。そして続いての方法に入ります。まずこの経験バフ、今トラえもんについている経験バフをご確認ください。この守護経験バフ、上から2つ目ですね、経験プラス 50%、 これが先ほどの希望の角笛の効果になります。今トラえもんは経験値効率が 400% アップしている状況ですが、それがこの内訳になります。世界レベルのバフですとか、まあそもそもレベルが低いというところでついているものもありますが、その中でこれ、このギルド祈りバフ、経験値プラス 6%、 6% 小さいようで大きいです。このギルド祈りバフ、地味に効いてきます。これ皆さんに必ず獲得しておいていただきたいというところですが、これは何かというと、まずはですね、ギルドに入りましょうというのが大前提です。でこちらですね、このギルドの祈りの部分で先ほどのバフ効果を確認できます。この左上の聖域救世と読むのでしょうか、ここでまずメンバー獲得経験バフ上昇が 3% というところになっています。そしてこれが一つ目でしたが、もう一つがここですね。はい、ここにも二つ目の同じバフ効果が載っています。これらを解放することによってギルドメンバーの経験値獲得効率にバフが乗ってくるわけです。ですのでまずはギルドに入ること、そして祈りは自分も含めてしっかりやっておきましょうということになりますね。そして最後は、これは課金が多少必要になりますが、貴族レベルを上げておくことが重要です。トラえもんは課金の額に対して効果が最大化する貴族レベル、レベル4まで上げています。これによってご覧の通りロア元凶における経験効率がプラス 30% アップされたり、レア報酬がゲットできる獲得が上がったり、遠赤魔城を3回無料で侵入できたり、さまざまな効果があります。もう少しで貴族レベル5、いろいろ検証してきましたので課金金額が上がってますが、5に行けるかどうかというところですが、皆さんにとっては4までが一番効率が良いかと思います。はい、ということで本日はこれまでの内容と新たな内容を含めて、レベルアップを最大限に加速する、経験値獲得効率を最大化する方法についてお伝えしてまいりました。これつまりまとめますと、まずレベル不足になるまでクエストをやりきってレベルを上げ切る、その上で経験値獲得イベントは1日の最後に行うべし、これは戦力を最大化した状態でやることで得られる経験値がロア元凶などで上がるということですね。そして修練は進めるだけとにかく進める、その上で
経験値クエストへ行きましょうということになります。さらにさらに経験値クエストは2倍経験獲得効率のアイテムを使いましょう。その際11時半から0時30分の間に2回行うことができます。これはシステムの盲点をついたやり方ですが、これによって経験値2倍獲得効率アイテムを実質半額で使うことができますし、かなりお得なやり方になっています。さらに本日ご紹介した希望の角笛は必ず効果を常に持続しておくように購入をしておくこと、そしてギルドに入ってギルドの祈りの経験値効率アップのバフ効果をゲットすること、さらに最後に課金できる方については貴族レベル4までが最も効率の良い課金の効率、そして永久にその効果を享受することができますので、ぜひ貴族レベル4までやっておくこともお勧めしておきます。ということで、これらがトラえもんがこれまでプレイをしてきてたどり着いたレベルを爆上げで加速する、そして経験値効率を最大化するためのやり方となります。ぜひ始めたての方も、今始めている中でここのやり方をご存知でなかった方もご参考にしていただければ幸いかと思います。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。